無料オーディオブック「心夏目漱石」30その時の私は腹のうちで先生を憎らしく思った肩を並べて歩き出してからも自分の聞きたいことをわざと聞かずにいたしかし先生の方ではそれに気がついていたのかいないのか まるで、私の態度にこだわる様子を見せなかった。いつもの通り沈黙がちに落ち着き払った歩調を済まして運んでいくので、私は、少しうごうはらになった。何とか言って、一つ先生をやっつけてみたくなってきた。先生。なんですか。先生は、さっき少し興奮なさいましたね。 あの植木屋の庭で休んでいるときに私は先生の興奮したのをめったに見たことがないんですが今日は珍しいところを拝見したような気がします先生はすぐ返事をしなかった私はそれを手応えのあったようにも思ったまた的が外れたようにも感じた 仕方がないから、あとは言わないことにした。すると、先生が、いきなり、道の端へ寄っていった。そうしてきれいに刈り込んだ生け垣の下で、裾をまくって小便をした。私は、先生が用を足す間、ぼんやりそこに立っていた。いやあしけえ。先生は、こう言ってまた歩き出した。 私はとうとう先生をやりこめることを断念した。私たちの通る道はだんだんにぎやかになった。今までちらほらと見えた広い畑の斜面や平地が、全く目にいらないように左右の家並みがそろってきた。それでもところどころタクチ隅などに沿道の鶴を竹に絡ませたり。 金網で鶏を囲い替いにしたりするのが感性に眺められた市中から帰るダバがしきりなくすれ違っていったこんなものにしじゅを取られがちな私はさっきまで胸の中にあった問題をどこかへ振り落としてしまった先生が突然そこへ後戻りをしたとき私は。 実際それれを忘れていた私はさっきそんなに興奮したように見えたんですかそんなにというほどでもありませんが、少なしいや、見えても構わない。実際興奮するんだから私は財産のことを言うときっと興奮するんです。君には どう見えるか知らないが、私は、これで、大変執念深い男なんだから。人から受けた屈辱や損害は、10年経っても20年経っても忘れやしないんだから。先生の言葉は、もとよりもなお興奮していた。しかし、私の驚いたのは、決してその調子ではなかった。むしろ、先生の言葉が、 私の耳に訴える意味そのものであった。先生の口からこんな自白を聞くのは、いかな私にも全くの意外に相違なかった。私は先生の性質の特色として、こんな執着力をいまだかつて想像したことさえなかった。私は先生をもっと弱い人と信じていた。そうして、 その弱くて高いところに私の懐かしみの根を置いていた。一時の気分で先生にちょっと盾をついてみようとした私はこの言葉の前に小さくなった。先生はこう言った。私は人にあざむかれたのです。しかも血の続いた親戚の者からあざむかれたのです。私は。 決してそれれを忘れないのです私の父の前には善人であったらしい彼らは父の死ぬやいなや許し難い不徳に感に変わったのです私は彼らから受けた屈辱と損害を子供の時から今日まで処罰されているおそらく死ぬまで処罰されてしいでしょう私は死ぬまでそれを忘れることができないんだから しかし、私は、まだ復讐をしずにいる。考えると、私は、個人に対する復讐以上のことを、現にやっているんだ。私は、彼らを憎むばかりじゃない、彼らが代表している人間というものを、一般に憎むことを覚えたのだ。私は、それでたくさんだと思う。私は、 医者の言葉さえ口へ出せなかった。31その日の談話もついにこれぎりで発展せずにしまった。私はむしろ先生の態度に意識して先へ進む気が起こらなかったのである。二人は死の外れから電車に乗ったが車内ではほとんど口をきかなかった。 電車を降りると間もなく別れなければならなかった。別れる時の先生はまた変わっていた。常よりは晴れやかな調子で、これから6月までは一番気楽な時ですね。ことによると、生涯で一番気楽かもしれない。精出して遊びたまえと言った。私は、 笑って帽子を取った。その時、私は先生の顔を見て、先生は果たして心のどこで。一般の人間を憎んでいるのだろうかと疑った。その目、その口どこにも遠征的の影はさしていなかった。私は思想上の問題について。 大いなる利益を先生から受けたことを自白する。しかし、同じ問題について、利益を受けようとしても、受けられないことが、まあまあったと言わなければならない。先生の談話は、時として不特要領に終わった。その日、二人の間に起こった郊外の談話も、この不徳要領の一例として、私の胸の内に残った。 無遠慮な私はあるときついにそれを先生の前に打ち明けた。先生は笑っていた。私はこう言った。頭が鈍くて容量を得ないのは構いませんがちゃんとわかってるくせにはっきり言ってくれないのは困ります。私は何にも隠してやしません。 隠ししていいらっしゃいますあなたは私の思想とか意見とかいうものと私の過去とをごちゃごちゃに考えているんじゃありませんか私は貧弱な思想家ですけれども自分の頭でまとめ上げた考えをむやみに人に隠しやしません隠す必要がないんだからけれども 私の過去をことごとくあなたの前に物語らなくてはならないとなると、それはまた別問題になります。別問題とは思われません。先生の過去が生み出した思想だから私は重きを置くのです。二つのものを切り離したら私にはほとんど価値のないものになります。私は 魂の吹き込まれていない人形を与えられただけで満足はできないのです。先生は呆れたと言ったふうに私の顔を見た巻きタバコを持っていたその手が少し震えたあなたは大胆だただ真面目なんです真面目に人生から教訓を受けたいのです。 私の過去を暴いてもですか。暴くという言葉が、突然恐ろしい響きを持って、私の耳を打った。私は、今、私の前に座っているのが、一人の罪人であって。普段から尊敬している先生でないような気がした。先生の顔は青かった。あなたは本当に真面目なんですかと、 先生が念を押した。私は過去の因果で人を疑りつけている。だから実はあなたも疑っている。しかしどうもあなただけは疑りたくない。あなたは疑るにはあまりに単純すぎるようだ。私は死ぬ前に立った一人でいいから、 人を信用して死にたいと思っている。あなたは、そのたった一人になれますかなってくれますかあなたは、腹の底から真面目ですかもし、私の命が真面目なものなら、私の婚言ったことも真面目です。私の声は震えた。よろしいと、先生が言った。 話しましょう。私の過去を残らず、あなたに話してあげましょう。その代わり。いや、それは構わない。しかし、私の過去は、あなたにとって、それほど有益でないかもしれませんよ。聞かない方がマシかもしれませんよ。それから、今は話せないんだから、 そのつもりでいてください。適当の時期が来なくっちゃ話さないんだから。私は下宿へ帰ってからも一種の圧迫を感じた。32私の論文は自分が評価していたほどに教授の目にはよく見えなかったらしい。それでも私は予定通り急大した。 卒業式の日、私は、カビ臭くなった古い冬服を、小売りの中から出してきた。式場に並ぶと、どれも、これも、みな熱そうな顔ばかりであった。私は、風の通らないあつらしゃの下に密封された自分の体を持て余した。しばらく経っているうちに、手に持ったハンケチがぐしょぐしょになった。私は 四が済むとすぐ帰って裸になった下宿の2階の窓を開けて遠眼鏡のようにぐるぐる巻いた卒業証書の穴から見えるだけの世の中を見渡したそれからその卒業証書を机の上に放り出したそうして大の字なりになって部屋の真ん中に寝そべった私は 寝ながら自分の過去をかえりみたまた自分の未来を想像したするとその間に立って一区切りをつけているこの卒業証書なるものが意味のあるようなまた意味のないような変な紙に思われた私はその晩先生の家へご馳走に招かれていった。 これは、もし卒業したら、その日の晩さんはよそで食わずに。先生の食卓で済ますという前からの約束であった。食卓は、約束通り、座敷の縁近くに据えられてあった。模様の織り出された厚い糊の怖いテーブルクロースが美しくかつ清らかに。伝統の光を生かしていた。 先生のうちで飯を食うときっとこの西洋料理店に見るような白いリンネルの上に箸や茶碗が置かれたそうしてそれが必ず洗濯したての真っ白なものに限られていた殻やカフスと同じごとさ汚れたのを用いるくらいならいっそはじめから色のついたものを使うがいい 白ければ潤沢でなくっちゃこう言われてみるとなるほど先生は潔癖であった書斎なども実にきちりと片付いていた無頓着な私には先生のそういう特色が折りり著しく目に留まった「先生は感傷ですね」とかつて奥さんに告げた時奥さんは「でも着物などは」 それほど気にしないようですよと答えたことがあった。それをそばに聞いていた先生は、本当を言うと、私は精神的に干渉なんです。それで始終苦しいんです。考えると、実にバカバカしい性分だと言って笑った。精神的に、干渉という意味は、俗に言う神経質という意味か。 または倫理的に潔癖だという意味か。私にはわからなかった。奥さんにもよく通じないらしかった。その晩、私は先生と向かい合わせに、例の白い宅布の前に座った。奥さんは二人を左右に置いて、一人庭の方を正面にして席を閉めた。 おめ出頭といって先生が私のために杯をあげてくれた私はこの杯に対してそれほど嬉しい気を起こさなかったむろん私自身の心がこの言葉に反響するように飛び立つ嬉しさを持っていなかったのが一つの原因であったけれども先生の言い方も 決して私の嬉しさをそそるウキウキした調子を帯びていなかった先生は笑って杯をあげた私はその笑いのうちにちっとも意地の悪いアイロニーを認めなかった同時にめでたいという心情も汲み取ることができなかった先生の笑いは世間はこんな場合に よくお目出頭と言いたがるものですねと私に物語っていた。奥さんは私に結構ね。さぞお父さんやお母さんはお喜びでしょうと言ってくれた。私は突然病気の父のことを考えた。早くあの卒業証書を持って行ってみせてやろうと思った。 先生の卒業証書はどうしましたと私が聞いた。どうした金、ね、まだどこかにしまってあった金と先生が奥さんに聞いた。ええー、確かしまってあるはずですが。卒業証書のありどころは二人ともよく知らなかった。33。飯になった時。 奥さんはそばに座っている下女を次へ立たせて自分で給仕の役を務めたこれが表立たない客に対する先生の家のしきたりらしかったはじめの12回は私も窮屈を感じたが度数の重なるにつけ茶碗を奥さんの前へ出すのが何でもなくなった お茶ご飯ずいぶんよく食べるのね奥さんの方でも思い切って遠慮のないことを言うことがあったしかしその日は時効が時効なのでそんなにからかわれるほど食欲が進まなかった「もうおしまい」「あなたちかごろた食になったのね」 消食になったんじゃありません。暑いんで食われないんです。奥さんは下女を呼んで食卓を片付けさせた後へ改めてアイスクリームと水菓子を運ばせた。これはうちでこしらえたのよ。用のない奥さんには手製のアイスクリームを客に振る舞うだけの余裕があると見えた。 私はそれを2杯変えてもらった。君もいよいよ卒業したが、これから何をする気ですかと先生が聞いた。先生は半分、縁側の方へ席をずらして、敷居際で背中を庄司に持たせていた。私にはただ卒業したという自覚があるだけで、これから何をしようというあてもなかった。 返事にためらっている私を見たとき、奥さんは教師と聞いた。それにも答えずにいると、今度は、じゃあお役人とまた聞かれた。私も先生も笑い出した。本当を言うと、まだ何をする考えもないんです。実は、職業というものについて、 全く考えたことがないくららいなんですから第一どれがいいかどれが悪いか自分がやってみた上でないとわからないんだから選択に困るわけだと思いますそれもそうねけれどもあなたは筆記財産があるからそんなのんきなことを言っていられるのよ。 これが困る人でご覧なさい。なかなかあなたのように落ち着いちゃいられないから。私の友達には卒業しない前から中学教師の口を探している人があった。私は腹の内で奥さんの言う事実を認めた。しかしこう言った。少し先生にかぶれたんでしょう。 ろくなかぶれ方をしてくださらないのね。先生は苦笑した。かぶれてもかまわないから、そのかわりこの間言ったとおり、お父さんの生きてるうちに、相当の財産を分けてもらっておきなさい。それでないと、決して油断はならない。私は、先生と一緒に、 郊外の植木屋の広い庭の奥で話した。あのツ,ツジの咲いている5月の初めを思い出した。あの時、帰り道に、先生が興奮した動きで、私に物語った強い言葉を。再び、耳の底で繰り返した。それは強いばかりでなく、むしろすごい言葉であった。けれども、 事実を知らない私には同時に徹底しない言葉でもあった「奥さんオタクの財産はよっぽどあるんですか?」「何だってそんなことをお聞きになるの」「先生に聞いても教えてくださらないから」「奥さんは笑いながら先生の顔を見た」「教えてあげるほどないからでしょう」 でも、どのくらいあったら先生のようにしていられるか。うちへ帰って、一つ父に談判するときの参考にしますから聞かしてください。先生は、庭の方を向いて、すましてタバコをふかしていた。相手は自然奥さんでなければならなかった。どのくらいって、こどわりゃしませんわ。 まあこうしてどうかこうか暮らしてゆかれるだけよあなたそりゃどうでもいいとしてあなたはこれから何かなさらなくっちゃ本当にいけませんよ先生のようにゴロゴロばかりしていちゃゴロゴロばかりしていやしないさ先生はちょっと顔だけ向けなおして奥さんの言葉を否定した 34私はその夜10時過ぎに先生の家を辞した2三んちうちに帰国するはずになっていたので座を立つ前に私はちょっと糸とまごいの言葉を述べたまた当分お目をにかかれませんから9月には出ていらっしゃるんでしょうね 私はもう卒業したのだから必ず9月に出てくる必要もなかった。しかし暑い森の8月を東京まで来て送ろうとも考えていなかった。私には位置を求めるための貴重な時間というものがなかった。まあ、9月頃になるでしょう。じゃあ随分ご機嫌よう。私たちも この夏はことによるとどこかへ行くかもしれないのよ。ずいぶん暑そうだから。行ったらまた絵はがきでも送ってあげましょう。どちらの検討です。もしいらっしゃるとすれば。先生はこの問答をにやにや笑って聞いていた。 何まだ行くとも行かないとも決めていやしないんです。席をたとうとしたとき、先生は急に私をつらまえてときにお父さんの病気はどうなんですと聞いた。私は父の健康についてほとんど知るところがなかった。何とも言ってこない以上悪くはないのだろうくらいに考えていた。 そんなにたやすく考えられる病気じゃありませんよ。尿毒症が出ると、もうダメなんだから。尿毒症という言葉も意味も、私にはわからなかった。この前の冬休みに、国電車と会見した時に、私は、そんな術語を、まるで聞かなかった。本当に大事にして、おあげなさいよと、奥さんも言った。 毒が脳へ回るようになるともうそれっきりよあなた笑い事じゃないわ無経験な私は君を悪がりながらもニヤニヤしていたどうせ助からない病気だそうですからいくら心配したって仕方がありませんそう思い切りよく考えればそれまでですけれども。 奥さんは、昔同じ病気で死んだという自分のお母さんのことでも思い出したのか。沈んだ調子でこういった何かを向いた。私も、父の運命が本当に気の毒になった。すると、先生が、突然、奥さんの方を向いた。しず、お前は、俺より先へ死ぬだろうかね。 なぜなぜでもない、ただ聞いてみるのさ。それとも、俺の方が、お前より前に片付くかな大抵世間じゃ旦那が先で、サ君が後へ残るのが当たり前のようになってるね。そう決まったわけでもないわ。けれども、男の方は、どうしても、空と死が上でしょう。 だから先へ死ぬという理屈なのかねするとおのれもお前より先にあの世へ行かなくっちゃならないことになるねあなたは特別よそうかねだって丈夫なんですものほとんどわずらった試しがないじゃありませんかそりゃあどうしたって 私の方が先だわ。先かな。え、きっと先よ。先生は私の顔を見た。私は笑った。しかし、もし、俺の方が先へ行くとするね。そうしたら、お前どうするどうするって。 奥さんはそこで口ごもった。先生の死に対する創造的な悲哀が、ちょっと奥さんの胸を襲ったらしかった。けれども、再び顔を上げたときは、もう気分を変えていた。どうするって、仕方がないわ、ねえあなた。老匠不条っていうくらいだから。奥さんは、 ことさらに私の方を見て冗談らしくこう言った35私は立てかけた腰をまた下ろして話の区切りのつくまで二人の相手になっていた君はどう思いますと先生が聞いた先生が先へ死ぬか奥さんが早く亡くなるかもとより私に 判断のつくべき問題ではなかった私はただ笑っていた寿命はわかりませんね。私にもこればかりは本当に寿命ですからね生まれたときにちゃんと決まった年数をもらってくるんだから仕方がないわ先生のお父さんやお母さんなんかほとんど同じよ。 あなた、亡くなったのが。亡くなられた日がですか。まさか日まで同じじゃないけれども。でもまあ同時よだって、続いて亡くなっちまったんですもの。この知識は、私にとって新しいものであった。私は不思議に思った。どうして、 そう一度に死なれたんですか。奥さんは、私の問いに答えようとした。先生はそれを遮った。そんな話はおよしよ。つまらないから。先生は、手に持ったうちわを、わざとバタバタ言わせた。そうしてまた、奥さんを帰り見た。静。 俺が死んだら、このうちをお前にやろう。奥さんは笑い出した。ついでに地面もくださいよ。地面は、人のものだから仕方がない。その代わり俺の持ってるものは、みんなお前にやるよ。どうもありがとう。けれども、横文字の本なんか、もらってもしようがないわね。 古本屋にうるさ。売れはいくらぐらいになって。先生はいくらとも言わなかった。けれども、先生の話は、容易に自分の死という遠い問題を離れなかった。そうして、その死は、必ず、奥さんの前に起こるものと仮定されていた。奥さんも、最初のうちは、わざと、 たわいのない受け答えをしているらしく見えたそれがいつの間にか感傷的な女の心を重苦しくした俺が死んだら俺が死んだらってまあ何べんおっしゃるのごょうだからもういい加減にして俺が死んだらはっよしてちょうだい演技でもないあなたが死んだら何でも あなたの思い通りにしてあげるから、それでよいじゃありませんか。先生は、庭の方を向いて笑った。しかし、それぎり奥さんの嫌がることを言わなくなった。私もあまり長くなるのですぐ席を立った。先生と奥さんは、玄関まで送って出た。ご病人をお大事にと奥さんが言った。 また9月にと先生が言った。私は挨拶をして子牛の外へ足を踏み出した。玄関と門の間にあるこんもりした木製の一株が私の行く手を塞ぐようにヤインのうちに枝を張っていた。私は23歩動き出しながら黒ずんだ葉に覆われているその小を見て 来たるべき秋の花と、こう思い浮かべた。私は、先生のうちとこの木製とを、以前から心の内で話すことのできないもののように、一緒に記憶していた。私が、偶然、その木の前に立って、再び、この宅の玄関を、またぐべき次の秋に思いを馳せたとき。今まで 格子の間から刺していた玄関の電灯がふっと消えた。先生夫婦はそれにり用へ入ったらしかった。私は一人暗い表へ出た。私はすぐ下宿へは戻らなかった。国へ帰る前に整える買い物もあったし、ご馳走を詰めた胃袋にくつろぎを与える必要もあったので。 ただ、ニギア金町の方へ歩いて行った。町はまだ酔の口であった。用事もなさそうな男女がぞろぞろ動く中に、私は、今日私と一緒に卒業した何がしにあった。彼は、私を無理やりにあるバーへ連れ込んだ。私は、そこでビールの泡のような彼の機嫌を聞かされた。 私の下宿へ帰ったのは十二時過ぎであった。三十六。私は、その翌日も、暑さを犯して、頼まれ、物を買い集めて歩いた。手紙で注文を受けたときは、何でもないように考えていたのが、いざとなると、大変おっくうに感じられた。私は、 電車の中で汗をふきながら人の時間と手数に気の毒という観念をまるで持っていない田舎者を憎らしく思った私はこのひと夏を無いに過ごす気はなかった国へ帰ってからの日程というようなものをあらかじめ作っておいたのでそれを履行するに必要な書物も手に入れなければならなかった。 私は半日を丸善の二階で潰す覚悟でいた。私は自分に関係の深い部門の書籍棚の前に立って隅から隅まで1冊ずつ点検していった。買い物のうちで一番私を困らせたのは女の半襟であった。小僧に言うといくらでも出してはくれるが、さてどれを選んでいいのか。 買うになってはただ迷うだけであったその上値が極めて不定であった安かろうと思って聞くと非常に高かったり高かろうと考えて聞かずにいるとかえって大変安かったりしたあるいはいくら比べてみてもどこから 価格の差異が出るのか見当のつかないのもあった私は全く弱らせられたそうして心のうちでなぜ先生の奥さんを煩わさなかったかを悔いた私はカバンを買った無論和製のかとな品に過ぎなかったがそれでも金具屋やなどがピカピカしているので。 田舎者を脅かすには十分であったこのカバンを買うということは私の母の注文であった卒業したら新しいカバンを買ってその中に一切の土産げを入れて帰るようにとわざわざ手紙の中に書いてあった私はその文句を読んだときに笑い出した 私には母の両見がわからないというよりも、その言葉が一種の滑稽として訴えたのである。私は、糸まごいをするとき、先生夫婦に述べた通り、それから3日目の汽車で東京をたって、国へ帰った。この冬以来、父の病気について、先生からいろいろの注意を受けた私は。 一番心配しなければならない地位にありながら、どういうものか、それが、大して苦にならなかった。私は、むしろ父がいなくなった後の母を想像して、気の毒に思った。そのくらいだから、私は心のどこかで、父は、すでに亡くなるべきものと覚悟していたに違いなかった。九州にいる兄へやった手紙の中にも、 私は父のとても元のような健康体になる見込みのないことを述べた。一度などは職務の都合もあろうが、できるなら繰り合わせて、この夏ぐらい一度、顔だけでも見に帰ったらどうだとまで書いた。その上、年寄りが2人きりで田舎にいるのは定めて心細いだろう。我々も今年で。 遺憾の至りであるというような感傷的な文句さえ使った。私は実際心に浮かぶままを書いた。けれども書いた後の気分は書いた時とは違っていた。私はそうした矛盾を記者の中で考えた。考えているうちに自分が 自分に気の変わりやすい軽薄もののように思われてきた。私は不愉快になった。私は、また、先生夫婦のことを思い浮かべた。ことに、二、三千前晩飯に呼ばれた時の会話を思い出した。どっちが先へ死ぬだろう。私は、その晩。 先生と奥さんの間に起こった疑問を一人口の内で繰り返してみたそうしてこの疑問には誰も自信を持って答えることができないのだと思ったしかしどっちが先へ死ぬとはっきりわかっていたならば先生はどうするだろう奥さんはどうするだろう先生も奥さんも 今のような態度でいるより他に仕方がないだろうと思った。死に近づきつつある父を国元に控えながらこの私がどうすることもできないように私は人間を儚かないものにみじた。人間のどうすることもできないもって生まれたけいを儚かないものにみじた。